はい、皆さんこんにちは、吉田としみです。今日、バーズアイ2回目になるでしょうか。カウントでいくと2回目、はい、物理的には2回目なんですが、まあ、我々としてはまだ打ち合わせの段階なんで、はい、00回というふうに呼びたいと思うんですが、手当たりいかがでしょうね。いいですよね、はいはいはい、00回で、00回をお送りいたします。あの皆さんよろしくお願いいたします。で今日はなんかテーブルの上にたくさんいろんなものが、なんか、川崎さんが食料品店の上に、はい、テントみたいになってますけど、持ってきてくださって、これね、前回寺脇さんがおっしゃってた話にちょっと関係あるんですけど、うん、ここにあるのはあのおなじみエゴマの葉っぱ、はいはいね、これでお肉挟んだり、うん、ご飯挟んで、あとここに、韓国料理のによく使う唐辛子、はいはい、これはあのタンタンタンと切ってね、うん、いろいろくるんですね。あとここに立派なこの干したらが、干したらですよね、これがね、はい、これロシア産って書いてありますが、もう今普通の人たちが、食べるのは韓国のロシア産、いい香り美味しそうな美味しそうな香り、食いしん坊の証拠です、はい、こういうものを昨日まさにですね、昨日、新大久保の韓国広場というスーパーで買ってきたんです、うん、今ね普通に手に入るんですよね、うん、で、もうそういうところに行かなくても、うん、ちょっと大きなスーパーに行くとこのエゴマぐらいだったらもう普通に手に入る、うん、ところがね、私が韓国に通い始めた2000年ぐらいだとまだね、エゴマもほとんど手に入らなかった、日本で、うん、日本で、うん、はい、唐辛子もねやっぱり凝ったところじゃない、うん、もう干したらなんて、これはあの新潟産の干したらとかああいうのはあったけども、こういう韓国料理屋なんてまず韓国専門の料理店というか、東京だとあの赤坂が韓国人街って言われてるところで、あそこに小さなねあのお店があって、そういうところで買ってたんですが、うん、今やねもう普通に自転車でチャリーンと買いに行けるようになった、うん、でそこでねもう一つ今日買ってきたのがここにある、粉末のになってるお茶、本当はねこれ煮出して飲むんでしょうけど、2つの、和の茶とありますが、これサワー茶という発音しますね。これ何かというと陰陽2つを合わせるという、陰陽のバランスを取るお茶ということで、うん、陰陽の2つです。そういうことです。なるほどね、はい、でこれはですね、韓国の人がちょっと風邪っぽいなとか、ちょっと疲れてきたなっていう時に、飲むという、その古来のサプリメント、ですから、まあ、今日はあのお好みもありましょうが、あのお湯がちょうど沸きましたので、すみません、はい、じゃあちょっとありがとうございます、はい、あの私はあのもう一つね、これの飛び道具の飲み方というのを今日ちょっとこういうのお見せしようと思います。あ、そうなんですか。飛び道具といいますかね、これ日本でもこれ飲んだことないという人、はい、多いだろうなと思うんですが、ここに取り出しましたのこれ卵ですね。韓国語でケランと言います。ケランですよね、要はね、うん、でこれの、これはね私昔からこの卵の殻を割るのがあまり上手でなく、ちょっとカッコントみたいな、あそうそうそう、香りが、今お湯差し上げます、ね、この番組って料理番組でしたっけ、はい、違いますよね文化番組、文化番組ですね、はい、今日はこの料理というかお茶から入るというお茶から入りますね、はい、で、あ、ちょうどお湯が今沸きました。入れましょうか。はい。はい、じゃあ、まずちょっと差し上げましょう。はい、すみません。はい。よろしくお願いしますか。はい。これで、あれかな、うん、先に。はい。はい。どうですか。あ、本当にカッコン糖の匂い。でしょ、うん、カッコン糖の香りがしますね。で、それはどうですか、はい、ではちょっとそのスティックを貸していただけますでしょうか。ここに入れましたの今のサワー茶の、粉末に鶏卵を入れたものでございますが、これ今黄身だけですか。黄身だけです。これを潰して、あちちちちこれもうちょっと器、いや本当はねこういうガラスのコップじゃなくてない方がいいんですが、見える、ね、皆さんね、そう見えるからこれでちょっと今日やらせてもらってますが、さあどうかな、さあこれでねこうやると、漢方薬のような匂いのするミルク製液みたいなものがねこう出来上がるんですが、1980年代90年代ぐらいまであの喫茶店なんかに行くとこういうものも飲ましていく、あと家ではこういうもの飲んでたらしいね、うん、でこれを私5年ぐらい前に、作って韓国人の友達、いやー鶏卵入れて飲んでみたいな、うちのじいさんが昔よくやってたなんて言ってて、もう今ではこれ飲む人いないよっていうもんなんですが、私たちの中でも見たことないですね。味見してみません
勇気いります、ちょっと勇気いますね。じゃあこれも私がちょっと、はいはい、お、あ、甘い、少し甘いですね、甘くて、うん、ちょっとあのシナモンの、シナモンのね匂いが結構よく、日記って、うん、日記ですよね、シナモン、私たちやっぱ昔は日記って言ってましたよね、シナモンは言わなかったですよね、そうそう、ね、言わないですよ九州の方行くとあのいわゆるあの今のシナモンと違う日記が、ね、うん、普通にあの山の中にあったりして、うん、でも同じでしょ、同じことです、同じことです、ね、ただ、ね、ただなんかね、日記シナモンの中でも種類があって、あ、この極東の方で生えてるやつと違うらしいです、それはちょっと違 う, かもしれない、うん、だから日系って書くんですよね、そうですよね、日記はね、でこの卵入りでございますけども、あの卵の生臭みとかそういうの関係なくて、うん、本当にね、あの漢方薬の味のするミルクセーキみたいな感じ、うん、でこれをもうちょっと温めると、うん、韓国のあのなんていうのか、漢方のお菓子あるんですね、ヤックワなんで、ヤックワ、ヤックワ、あの味にちょっと近くなってきます、はい、ヤックワ大好きです、まあ、興味のある方はぜひね、これはあの試してみていただきたいと思います悪くないんですよ、これはその、うん、これの時にだけやるわけです、他のお茶ではやらないわけですね、ああ、ただですね、多分これの応用だと思うんですが、うん、昔韓国の喫茶店では、うん、コーヒーでこれをやってたんですよ、うん、生卵コーヒー、コーヒーに生卵入れるの、そう、それはちょっとあの特にあの喫茶店でインスタントを出してた時代のね、うん、感じね、なかったですよね、インスタント出してた時、うん、あのインスタント、つまり、木豆の関税があまりにも高かったんで、うん、そうなんですか、ということらしいです、よく持ってきました、私は80年代、そうですか、お土産っていうとあのネスカフェの、うん、あの瓶詰め、日本からも日本から随分お土産でそれが一番喜ばれるって言われて、だからまだ向こうでは80年代はそんなに、はい、あの豆をひいて飲むっていう習慣がまだなかったんですよね、でもコーヒーっていうとだからインスタントコーヒーで、うん、あれを持ってくとすごく喜ばれて、あれは映画の中でよく出ますよね、よく出ますよね、コピーっていうんだけで、それはどう見たってインスタントの日本人が飲んでるコーヒーとは違うよねっていう、ある時期までそうだった、結構今もう21世紀に入ったばっかりでも割とそうだった、もうそれから十何年経つからね、はいはい、だから今の若い子たち、向こうの韓国の二十歳代の方たちはもう豆のコーヒーなんですおじいちゃんの時代はそうやって飲んでる、お母さんに言ってほしいな、おじいちゃん、いやいやだってさっきその話、あ、これおじいちゃんね、はい、あのまあおじいちゃんが朝、うん、あの運動して帰ってきて、うん、夫婦いながら飲んでた、うん、あ、うん、まあですから本当に前回おっしゃったように、うん、日韓関係って、うん、もうこの10年20年ぐらい前に大きく関係は変わった、本当に変わってるんですよね、うん、あのエゴマはもう普通に健康食品で日本で作ってますからね、うんうんうん、これもう国産のエゴマが今あるし、うんうん、で今日本ではそのエゴマを取ってエゴマの実、うん、身 ね, 身ねが健康にとてもいい、うんうん、あのエゴマオイルなんてすごく高くて、高いですよね、あのだから結局葉っぱがいっぱいあるわけですよね、まあだからそういうね、うん、もうあの韓国のものが日本でもすぐ買えるっていうのと、うん、それはもともと同じようなもの食べてるわけですよ、うん、このひだらっていうのはあの落語なんかにもよく出てきますよ、はい、昔 の,、うん、あのであれですね、寄り合い酒っていう話では、あれですよね、ひだらを乾物屋に行ってひだらを盗んでくる、うん、盗んでくるっていうか取ってきちゃう話があったりしますからね、それはもうあの日常的に乾物屋の店先にダーッと並んでるものだったっていうことですよね、うん、これちょっと炙って食べたりはしてたんですか、昔は炙らずに、いやいや、それはさ、こういうものっていうのはさ、あの炙る状況であったら炙ればいいし、うん、そのあのそうでない時はあのそのまま食べられる、うん、あの、まあ、今時はもうそんなことは許されないですけど、昔は職場でもね、うん、あの役所でもあの夕方になると役所でもあの、はい、勤務時間終わるとあの酒飲みながら仕事してたから、そうするとこれをね、うん、こういうのを干物を炙るから、うん、あ、庁舎の中がその干物の破れてる匂いがするなっていうのはもう普通の光景だったですね。30年くらい前ですか、うん、40年くらい前、40年くらい前、
今そんなのやったら火災報知器がなって大変ですよ。あ、なるほどね。そうですね。そっちの方が深刻だ。あ、火災報知器、火災までいいのか。スプリンクラー。スプリンクラーですね。大変なことになっちゃう。これすごく出汁が出るんですよね。すごく出汁が出る。で、これ私なんでこの丸のもので買ってきたかって言いますと、うん、スーパー、その韓国スーパーなんかに行くとこれを裂いた状態で売ってるんで、これは大体1袋なんかこのぐらいの入って700円ぐらいするんですが、うんうん、これ1匹でね800円なんですよ、うん、つまりだから先チンで倍の値段になるんだったら自分で裂いた方がいいだろうって言って、うん、で丸のもの買ってきたんですが、うん、これだからそのまんまだからこう引きちぎっておつまみにもなるし、うん、引きちぎったのをもうお湯に入れてグツグツ煮れば出汁は出るし、うん、出るしでちょっとねあの湿らして、炒めればおかずになるし、うん、非常に重宝するもんですよね。ごま油とねよくあえて、それまだ作ったことないですよ、はいはい、あ、そうですか。ごま油、ごま油で炒めるんですね。炒めるんじゃなくてちょっと戻すんですね、戻してあの裂いて、ごま油とちょっと唐辛子入れて、はい、仕上げ水飴かなんか入れたりするんです。水はない、あ、甘くないですか。甘くない、うん、あ、甘いのもありますよね。ありますよね。あります、うん、でもうちで食べたのは甘くない、ね、うん、一体どういう番組になっていると思ってらっしゃるかと思うんですが、あの、まあ、実はその、うん、今日はその私の話の番ということで、私の専門というのは放送の研究ということでずっとやってるんですが、はいはい、先にそうだな、先週の件で質問をした方がいい。あの映画で、映画の話を、はい、先週、前回、寺木さんやっていただきましたけど、はいはい、私がそのコメディとかお笑いの方に興味があって、はい、ずっとその韓国のメディアの笑いとか、うん、あの辺を追っかけてるんですが、日本みたいにお笑いの番組をくっきりこう分けるような感じがなくて、うん、コメディもなんかコメディの専門っていう雰囲気がなんかドラマにもない、うん、だから韓国の笑いのシーンっていうのが今一つ私見えてこないんですが、映画の場合どうですか。そうですね、映画もまあコメディーがないわけじゃないけれども、その今おっしゃったように、まあ、日本で言えばね、今回男はつらいよが、うん、50作目、はい、年末に公開になりますよね、あんなのはないですよね。あの、つまり、つまりあれ、それがみんなに愛されたから50本も50本っていうか、まあ、実際は48本だけど、うん、その作るようなことになるわけじゃないですか。韓国でその喜劇のシリーズ、あれは何だったかな、3作ぐらい作られたシリーズはあるんですけどね、喜劇でね、何ちったかな、ごめんなさい、急にあれだともうこういう名詞が出てこないでなんなんですけど、のはあるんだけど、いや、そもそもね、そうだ、あの、そういう意味で言うとシリーズ映画っていうのは日本の伝統かもしれないぐらいですよ。そんなにだってずっと続く、あの、まあ、寅さんが50っていうのはそれはギネスにも載ってるぐらい世界的にあれですけど、先日あの梅宮達夫さんが亡くなられて、で梅宮さんの代表作「不良番長」シリーズっていうのって14本作られてるわけですからね、そんなの2桁のシリーズっていうのはもうザラにあるわけですよ。それはあの今喜劇っていう意味では社長シリーズとか、うん、あのね、森重久さんの釣りバカ日誌シリーズでしょ、ね、釣りバカ日誌が十何本でしょ、うん、で社長シリーズなんかもっと20、30本あるじゃないですか、うん、でみたいなね、そういうものっていうのはだから日本人の場合、まあ、だからさっき話題に出た落語だって、ね、それに類するものはちょっと韓国にはないですよね。だからなんかそういう日本人は笑いっていうものについて、うん、まあ、非常にその貪欲というか、うん、敏感みたいなところはあると思います、うん、それでそのシリーズの話でふっと思ったんですけど、うん、あの日本の場合その配給会社とか制作会社っていうのは割とがっちりと長い歴史持ってるんで、うん、シリーズ作りやすい環境かなと思うんですね、うん、韓国の場合その制作配給のシステムって今どうなの。これはだから日本だってもうシリーズものが今はほとんど作られなくなってるのは、それは日本はあの松竹、東宝、東映、日活、大映という5社、その前には新東宝っていうのもあって、その5、6社がもういわゆる河川企業でやっていたのでね、そこがだから年間にもう日本映画の黄金時代っていうのは年間に1社が100本提供しなきゃいけない、うん、そうするとやっぱりもうその次々出していくためにはシリーズものじゃないといちいちオリジナル考えられないみたいなのもあった、うん、で韓国はあれですよね、それ韓国だってもちろんあのテレビが出てくるまでは映画が黄金時代で娯楽の王様だったと、うんうんうん、
思い、あのだったわけですけど、うん、その時にあんまりその日本みたいに、うん、あの超大会社、うん、あの大きい独占してるような会社がなくて、うん、あの小さいとこがいろいろ作ってたっていうような事情の違いもあるんでしょうね、うんうん、あと今国策として結構あのコフィックスでしたっけ、コフィックですね、コフィックがあれは、それこそキム・デジュン政権ぐらいからでしたっけ、そうですね、キム・デジュン政権になって、うん、まあ、あの映画を進行していこうというようなことでやってるわけですけどね、だからその韓国と日本で言えばもう誰でも知ってる東宝とか日活とか、うん、あのまあ、日活はもう今なくなりましたけど、うん、東宝東映松竹というのは未だに大きな力を持ってるけど、うん、韓国でその映画会社っていうと、うん、あんまりその誰でも知ってる映画会社っていうのは、うんうんうん、あの問題ない、もちろんあの CJ とかロッテとか、うん、そういうとこやってるけど、うん、あれは映画館持ってて、うん、どっちかというと配給興行っていう観点で言ってるわけだからね、はい、なんかその映画産業っていうのが非常にその日本の場合はもう、うん、あの栄えたわけですよ、うん、で逆に言うと韓国は、うん、そうじゃないからやっぱり国が少し手こ入れをしていってやっていこうというようなことで、あの韓国映画振興委員会、うん、コフィックっていう相当大きなあれでしたよね、今も今でもそうなんでしょうね、私も何度も、はい、あのコフィックの本部にはお伺いしたことある、うん、非常に大きな組織ですよね、うん、あのもうやっぱりね、まあ、確かにそのいろんなこう国家が統制してた時代っていうのが長かった国なので、うんうん、あのコフィック行って一番びっくりしたのは、コフィックの本部に行くとね、うん、韓国中の映画館に今何人客が入ってるかっていうのも全部撮れるようになってるわけです、うん、だから今この映画館にこれだけ入ってるっていうのが分かる日本はそれ絶対できないですね、その要するにどれだけ入ったかが全部明るみに出てしまうっていうのは、いろんな、まあ、昔の日本映画があの非常に乱暴だった頃は、うん、1000人入ったのに500人しか入りませんでしたみたいなことを、うん、あ、そうか、そうか、いうような映画館もないわけじゃなかったんで、うん、あれはなにわ金融道って映画で、漫画で暴かれてましたけどね、うん、あれで暴かれたんですか、まあ、明るみって、まあ、その業界では暗黙の了解だったんだろうけど、だからそういうふうにこう純粋に民間でやってるから、うん、過小その売り上げを過小にして、ね、国がそれを全部チェックするなんていうことは許されないわけですね、うんうん、だからあれなんだけど、うん、韓国の場合はやっぱり国の、まあ、国の政策として映画を盛んにしていこうっていうのをやってるからには、うん、やっぱりそういうのが、うん、出てくる、まあ、それがだからこの間のね、あれです、パク・クネ政権の時に、はいはい、あのブラックリスト、はい、その政権に気に入らない映画を作る人にはもう、うん、応援しないよと、逆にホワイトリストっていうのもあったらしいですけどね、うん、その、うん、あのこいつらは協力的だからこの人たちの映画にお金を出しましょうっていうのがあって、うん、これが非常に未だにもうあのムン・ジェイン政権になった後もその時に映画業界が分断されてしまったっていうのが今非常にその韓国映画界に悪い、あの傷を残してますね。あの政策の方たちは割とあの、まあ、パクネ政権の時は、まあ、反パクネ政権的な動きが随分あったような記憶があるんですけど、まあ、あのあと、それこそあのプサン映画祭でもダイビングベルの上映をめぐってかなりあのプサン映画祭の委員長が興行、ね、なさったりして、でもコフィックっていうのはやっぱり、かなりその政府の機関だから、いや政府の機関ではないんですけどね、一応第三者的な、ただそのお金は政府から出てる、だからあのそういう意味ではね、うん、コフィックっていうのは、うん、あの中立性はいい仕組みなんですよ、うん、国家機関ではない、うんうん、というのはあるんだけど、うんうん、でもやっぱりいざとなったらそうなって、うんうん、あのこれはね、あのキム・デジュン政権から、うん、ノムヒョン政権までは非常に良かった、はいはい、それであの私が当時文化庁にいた時に、あの韓国の制度すごくいいから日本も同じようなのを作ったらいいよねっていう話があって、うん、私もそれはあったらいいとは思うけど、ちょっと待ってね、韓国政府がそれだけお金を出してるっていうことは今の政権はそういうことはしないかもしれないけれども、うんうんうん、別の政権になった時には、うん、
また恐ろしいことが起こる可能性があるよ。日本はだから確かにその民間がやってていい加減な部分もあるけどね、うん、その代わりその国家が介入するなんていうことはね、うん、過去にはなかった。ところがまあこの頃は日本もあの国がある程度はお金出すようになったがためにあのいわゆる助成金っていうんですね、助成金で、はい、まあ、愛知トリエンナーレの事件もそうだけど、そういう宮本から君へって映画の問題とかね、はいはいはい、そういうのが日本でもちらほら出てきてる。韓国がもっと出してますから、それでそのあれですよね、あのノミヒョン政権の後のイメオンバク政権になる と、まあ、よく言われてたのはあのキム・デジュン政権のミホン政権の時に韓国映画をどんどん元気にしよう、うんうん、まあ、だからあの今度ねパラサイトって映画が公開されるポン・ジュの監督とか、はい、そういう若い世代の人たちがどんと出てきた、うんうん、そうするとね逆にやっぱりでもその時代古手の映画人たちっていうのは不遇を囲ってたわけですよ、うん、あのやっぱり若くて才能のある人たちにどんどん出しましょうって言ったらそれまではこうそのつまりあの軍事政権の時なんかは検閲とかいろいろあるから、うんうんうん、それに通る人映画を撮ってた人たちっていうのはチャンスがなくなる、うんうん、それがだからあのあれですよ、イ・ミョンバク政権になったあたりから、うん、ちょっと そこがまた逆転してきて、それがパク・クネ政権の時にもっと露骨になったってことですね、ブラックとホワイトみたいな話になっちゃった、うん、だからなんていうのかな、いい面と悪い面って必ず背中合わせだから、うんうん、あんまり手放しにねこれがいいよっていうのはね、うん、危ないっていうことなんですね、うん、あと韓国では映画に随分投資もしますよね、皆さんがあのクラウドファンディングみたいな形で、うん、あれは、まあ、投資っていうか、まあ、投資っていうか、まあ、あのこのこういう映画を作りましょうっていうので、うん、クラウドファンディングがすごく盛んだっていうふうに、映画の威力っていうのはすごく高く買ってますよね、うん、韓国人、うん、まあ、それはあの輸出産業としてもこう非常に重要なものだと思ってやっていってるし、まあこれはあの他の分野もそうだと思いますけど、日本はやっぱり程よいマーケットなんで、これの国内だけであの基本的に成り立つ仕組みになってるけど、韓国の場合まああの実は映画人口っていうのはほとんど変わらないんですよね、韓国の多いぐらいか、まあ、日本もこの頃同じしてきたからほぼ同じなんですね、うん、ところが人口はもともとの人口は韓国の人口って日本の人口の3分の1強ぐらいですからね、その向こうの方は3倍映画見てるっていう感じになるんですよね、ちょっと安いですよね、で、うん、そうそう値段がそこもねよく言われるんですけど、確かに安いですよ、安いけど、そのこれもね日本は確かに映画が高いかもしれない、うん、でもそのいろんな物価を見ていった時に、うん、あの実は全体で見ていくと日本の方が安いねっていうのもあったり、うん、する部分はあるんですよね、うん、あのだからの映画の料金とかタクシー料金とかは韓国とっても安いけど、うん、さっきコーヒーの話出たみたいに、あの輸入物のね、もう韓国に初めて行った時にあのウイスキーが高いのにはもうびっくり、これもう、はい、あのだからよくあの時代はその韓国ではそういうことじゃないのに、うん、いわゆるそのぼったくりバーに行っちゃったみたいに思って帰ってくる日本人が結構いたんですよね、うん、その、あの日本でこういうウイスキーを飲んだ時にこれぐらいの値段っていうのが向こう行くとものすごい高いですから、うん、それがぼったくられたっていうふうに、うん、まあね、ちょっと行って1回しか行かなかったらね、そんななんなんずっと滞在して何回も行けばこんなもんか高いんだなって思うけど、一晩だけそこあの旅行に行って輪に行ったらっていうのがねあって、うんうん、これはそれこそ、まだ私が韓国に行く前ですね、私もまだ行ったことがない頃ですけど、90年代の終わりぐらいだったと思いますけど、当時の文部省に勤めてる若い職員がいて、まあ、仕事で韓国行って、で、まあ、夜は自由時間だから街歩いてたら、うん、その声をかけられて、うん、あと日本人かって言ってでそうだって言ったら、いや自分は日本好きだみたいな話になって、それで飲みに行こうっていう話になって、うん、で飲みに行って、ついて行って、うん、自分の行きつけの店があるからだって言って、そしたらそのベラボーナっていうかね、日本人の、うん、日本の常識から言うとものすごい高い感情になったと、
でそれ帰ってきて それでもうそれ貼ったっていうか、ああもうそれは引っかかってこられたんだよってみんな言う、うん、まあ実際 それこそ90年代ぐらいまでは日本人の韓国に対する感情ってよくもう今よりはるかに良くなかったわけですから、うん、韓国やっぱりそういうほら外国行くと、うん、まああるじゃないですか、外国に行ってそういう目にあったんじゃないか、うん、ところがその行った職員はね、いや僕はそんな風に思いたくない、うん、彼は本当に、うん、あのいい人だった、決してその私を騙してそういうことをしたわけじゃない、うん、ですねと思うっていう、いやみんなイエーそんなこと言っちゃったら騙されたんだよっつって、いやだってね最後こう払う時になったら、ね、自分が半分払うっつってね、うん、半分払ってくれたんだよって言うけど、うん、それが手なんだよってまたみんな言うよね。それはあの何言ってもね、そこの人間だから後で返してもらうけど、うん、自分が半分って言ったらもうこれはあの、うん、と思っていくんだと、うんうん、と言われて、彼はでもいや僕はもう信じるって最後まで言ってたんですよ、非常にその純朴な、うん、あの職員でね、うん、私も大変可愛がってた職員で、ただもう私もそれ聞いてて、うーんまあでもそれ分かんないですからね、韓国行ったことないからね、いやーと思って、それでまあでもこいつはそういう、でもお前は偉いよっつって飲んでて、いやもうそれ確かにボラれたのかもしれないけど、そういうふうに、うん、あの受け止めることのできる君はね、あのいいことなんだから、うん、それはみんながそんなこと言ったって自分が信じてるんだったら信じたらいいよ、うん、と言ってたんですよね。でそれから 4,5 年経って私初めて韓国に行って、うん、釜山のホテルのバーに入ったら、ほら高いわけですよ、うんうん、ベラボーな値段なわけですよ、うん、それはだから関税とかの関係があるんじゃないですか、うん、だから本当に高いんですよね、うん、だから本当に今も今は少し、うん、あのあとね、韓国の物価、日本の物価よりも韓国の物価の方が上がってるから、ますます高い、今ね上がってますよね、うん、だからそれで行って帰ってきて、うん、でそれで帰ってきてその、あの呼んでっていうか、うんまあ、他の人も含めてね、うん、いやこいつ嘘つ、あの騙されてないんじゃないかなって、うん、あの俺も行ったらこんなあの、うん、感情だったよ、それはでもそんなもんでみんなそれで、うんうん、ホテルのバーなんだからそんな話はないよね、うんまあ、お店の格によってあの置いてるウイスキーの銘柄が違うなんてのは私友達から聞きました、ね、あもちろんだからその時もそのあの時代はまだ20年ぐらい前は、17、18年前は韓国銘柄のウイスキーっていうのはない な, ないんですね、まあ、ホテルだしそのスコッチとかそういうの置いてますからね、うんうん、ただそれは日本でスコッチ飲んだってこれぐらいだと思うんだけど、うんうん、はもうえっていうような、うんなんだった。だからでもだからあの彼はだからそう言ってその長年何年かのね、うん、あれが晴れたわけですよ、うん、あの私行ってきたらこうだった、これはね彼騙されたわけじゃないんじゃないかなって、実際それぐらい高いからね、うん、だからそういうねなんかこう物価差、うん、あのすごく向こうが安いっていうのもあれば、うん、向こうが高いっていうのもあるっていうふうに思っておかないと、ね、韓国は何でも安いとか思ってると、それはびっくりします、今また上がってきてますよね、もういろんな意味で、これはもうあの円とウォンの関係で、韓国の物価が日本人旅行者にとって高くなってきてて、それから日本が逆に言えばあんまり上がってないからデフレで、いやもう私ね去年だったかメルボルンに行った時にサンドイッチセブンイレブンのサンドイッチが日本円にして1個500円もしましたよね、2切れ あの半分に切ったら2切れで、はいはいはい、日本はなんて物価が安いんだろうと思って、まあ、それあんまり喜んでいいのかどうかわからないですけどね、そこから給料も安いんですけどね、日本の場合ね、だから成長止まってるんだよなんてそのオーストラリアの人に言われちゃってシュンとしたんですが、いや韓国は本当に変わってますよ、この20年でも本当に変わったし、それでひだがの話、それでいやいや、また、まあ、あの川崎さんがなぜ韓国にこれだけ今の話を伺ったってのも、それと少しつながってくるんですが、韓国の放送の歴史がすごく昔から興味があって、あの簡単にその歴史の始まりをたどると、第二次大戦終わりました、で日本負けました、で当時の朝鮮半島が解放されて、まだ大韓民国は成立してなかったんですが、NHK 日本放送協会が持ってた資産が、渡されて、はいはい、朝鮮放送協会という団体ができて、軍政の韓国の下で電波を出すようになったというのが始まりで、ですから最初は45年から48年の間ってことです。その間です、はい、でその間に北が先に政権を成立させちゃうんで、はい、そこで南北の中継回線がプチッと切られて、その朝鮮放送協会が南北に分かれちゃうんですね、その時に。そこからが歴史の始まりで、でテレビは
1956年に、うん、これがね KBS 韓国放送公社よりも先に、うん、RCA アメリカの RCA の代理店が、うん、ソウルに乗り込んできて韓国 RCA 代理店コルカッドという会社を作った。